ちゃこんにちは。どう、あ、盗みました。今気づかなかったですか？気づいた。こうやってこう盗みやすいとか盗みにくいとかあるじゃないですか、野球にも。いっぱい盗んできたからな。いろんな、ね、いろんなピッチャーから盗んできましたか。で今日は、まあ、豊さんが現役の時にこのピッチャー走りやすかった、逆にこのピッチャーは走りにくかったなとか、あとその現代でいうとどういうピッチャーと当てはまるのかな、そういうピッチャーたちが。基本的にはさ、うん、自分に絶対自信がある人っていうのは余分な神経使わないよね。いや、例えばランナー出たからって、うん、だから、まあ、走るんだったら走らせてくれ、うん、バット抑えりゃいいんでしょみたいな、うん、そういうのは現代的に言えば、まあ、千賀とかそうだよね。千賀、菅野、山本とかさ、はい、こっちもクイック使ったりとか、走られないように気をつけますけど、うん、そこまで気をつけませんよみたいな、うんうん、そんな感じで高橋コーナーでもそうだな。あ、どうぞご自由にみたいな。そうそう、ただ勝つけど打たれながら抑えていくっていう、うん、まあ、そういうピッチャー、まあ、現代ではちょっと思いつかないから三浦大輔とか、打たれながらでもしっかり抑えていくっていうピッチャーはやっぱ盗塁されると嫌だよね。まあ、そうですよね、うん、だからそういう面ではすごく気を使ってたけど、うん、でも癖はあったけどね、大輔は。あと例えばその言ってた、どうぞどうぞ走ってもどうぞ、どうせ抑えるからっていうのを豊さんの時代で言うと、もう代表、大代表、これはもう表彰台に登らせてもいいぐらいの人は江川さん。江川さんどうぞ走ってくださいみたいな、うん、もうね、江川さんの癖って、はい、ね、こうやってこの肩を見てるとさ、はい、こっからグローブが見えたら牽制なんだ、見えなかったらホームだ。もう分かりやすいですね。もう単純だから。でも江川さんも牽制はしてたんですね。まあ、真剣にはしないよ。たまに9回で競ってる時はしてたけど、うん、はい、序盤でそんな厳しい牽制が来るかっていうとそうでもない。豊さんはじゃあ塁に行った時に江川さんの牽制で来たことってありますよ。いや、それはあるよ、うん、それはもちろんキャッチャーもサイン出すし、はい、だからそれは一応あのキャッチャーのためにしてあげましょうみたいな、うんうん、そんな牽制だから。走りやすかったですか江川さん、うん、めちゃくちゃ走りやすいよ。いや、ちょっと相手にしてよみたいな。ただ塁に出にくかったピッチャーだから、そもそもですね、そもそも、まあ、打てるとかね、フォアボールくれないし、はい、コントロール良かったからね、はい、だからそれはやっぱあのなんていうの、江川さんは走りやすかった。走りやすかったピッチャーって他に豊さんはいました？いや、小松とかさ、小松さん、あ、中日の小松とか、うん、あ、はいはい、あいうピッチャーはもう癖もあったしさ、はい、まあ、阪神の工藤さんとかは走りやすかったよ。それはもう癖で見抜いてたの。もうね、小松はね、こうやってね、サイン、キャッチャーのサインをこうやって覗いて、うん、見たときはホームラン、はい、見なかったら牽制なんだよ。分かりやすい。あ、覗いた、ホーム行くのねってのか、こっち見ないの、あ、牽制なんだねとか、それで判断して言ってたんです、ね、そう言ってた言ってた。それはもう球界内でも有名だったんですか、ね、いや、有名って俺らがやっぱこうスーパーカーと言われた3人が、うん、まあ、眼首くん揃えてこうやって見てたわけよ、うん、そんな努力の話ですね。ちょっと見た時はホームだよねって、うん、見といてみたいな、ほんまやないって。じゃあそれで行きましょうみたいな。あ、スーパーカーの3人が話し合って決めたと思ったんですね。で、まあ、阪神の工藤さんですね、はい、右ピッチャーいたんだけど、うん、その人はこう背中が3本になるとホームだった、うん、シワがユニフォーム、はい、生地変えないのになと思ったんだけど、はい、で4本になると牽制だった、うん、それ誰が見つけたんですか。俺が見つけた、ユタナさんが、あそこシワよ、えらいおるなと思いながら。で4本、あ、牽制来たみたいな、うん、で次3本、うん、ホーム行った、うん、それが狂わないんだ、はい、やっぱしっかりした製法してるんだろうな。そう、洋服がそうでしょうね。そうそうそう。いや、それで癖もあるし、またこうやってここまで速いんだけど、うん、こっからが遅いの。それだからさ、めちゃくちゃ走りやすいよね。いや、そうですよ。いや、癖いらないからみたいな、そんな感じのピッチャーだったけど、まあそれは成功はするわな。まあそうですよね、成功しますよね。じゃあ逆に走りにくい、走りにくいのはやっぱ西本さん、巨人の。足とかこんなに上げたけどさ、あ、そうですよ、あの人キレがあるんだよ。動きに、はい、で、佐田岡さんとかも嫌だ。え、佐田岡さんもボークするから。あ、だいや、審判取らないんだもん。なんでボーク取ってくれなかったんですかね。いや、微妙なんだよ。え、どんな感じなんですか、佐田岡さん。だからちょっと入れたりとかするんだよ。
こんななっちゃうのこっち。いやだから、いやそこがうまかったんだよ。佐藤さん。ほんで西本さんパーンと行くから切れが良かったから、うん、と力が入る。なかなかスタート切れない。そんな中でもどっちの方が割合的に成功と刺される率って半々。いや走れない。スタートが切れない。ガッと力が入る。で走ったらアウトになるケースが多かった。西本さんじゃうまいんですね本当に。まあ、西本さんもさっき大輔が言ったように打たれながら抑えていくピッチャーだから、はい、そんな完璧に最初からピタッと抑えていくピッチャーじゃないから、うん、だからやっぱり盗塁っていうのはすごく嫌だった。ああそうなんですね。だからこそその盗塁というか牽制にすごくシビアにしてたのかもしれないですね。うん、ね、はいはい、他いますか。他ね、川内カーブのこの野郎はさちょっとどんな感じですか。いやいや、せっかく見つけた癖、うん、これ100だよねって言ってた癖があって、うん、この首にあったんだけどさ、うん、ね、首にあったんだけどこれをさ、よし出たと思って、うん、あ、これはホームだと思って走った時に牽制来たの、うん、いやー知ってやがったって自分の癖を逆手に取ったんですか。そうそうそう、うーわ頭脳犯すごい。あ、だからこの野郎でいいんだよでも左ですよね、だから、うん、左と右って走りにくい、走りやすいとかってそういうのも。大野さんは目と目があったらホームに行く目で抑えられるという。目と目があったの一回こうやって笑われたから。嘘嘘。いや本当本当そんな余裕あるんですか大野さん。いやだからもうボールにしてもいいと思ったんじゃない、ホームは。何の意図で笑ってたんでしょうかね。いやだからお前走るんじゃないのみたいな感じでね。そういう時って豊さん一瞬なんか固まっちゃったりとか。やっぱ固まるよ。あれなんだろう、やっぱ獲物でもそうよ。こうバッと目と目があった瞬間に動けなくなる動物ってあるよ、はい、そのような状態で。あ、じゃあ完全にピッチャーの方がマウントを取ってる状況になってます。そうそう、それ笑われてね、スタート切る気になんないなんか力入んないですよ。そうそうそう、だから川口にはやられたっていう印象はあるな。あるんですね。癖知ってんだもん自分の。それも直さないんだもん。わざとですね。わざと。うわ、だそれを分かってるのがどっちなんだっていうのがあるじゃん。今度はホーム行くのか、牽制くんのかって、うん、まあ、そういう心理をすごく重要視してたな。で今現代でいうすごくこの牽制が豊さんが見てうまいなって思うピッチャーっていますよね。いやみんなやっぱうまくなってるよな、うん、ターンもうまくなってるし、うん、そんなに下手だなっていう人は、うん、やっぱイップス持ちとかやっぱ牽制とかできない。例えば、うん、藤浪も牽制投げ出したけどさ、はいはいはい、これが公式戦で投げれるかどうかっていうのは分かんなくて、うん、で安崎、はい、山崎安崎も牽制を入団してから1球も投げてない、うん、まあ、去年ぐらいから投げ出してるんだけどさ、うん、まあ、やっぱり若干不安なんだよね、ゆっくり投げるのができない。だから佐々木もどちらかというとそういうタイプで、佐々木和弘ね、はい、だからこう外してファーストに全力で来るんだよ、バーンって、おー早っとか思いながら、やっぱ軽く投げるのが苦手なピッチャーって牽制はあんまり上手くないね、やっぱ。あ、やっぱりそうなんですね、うん、だから、まあ、そういうのでその人が持ってる癖だとか、うん、特徴だとか、うん、そういうのを見ながらリードの幅も若干変えたりだとかはしたけどね、うんうん、いやでも牽制一つ取ってもね、例えば癖を逆手に取ったピッチャーもいれば、もう癖丸出しで牽制、癖丸出しで牽制はいっぱいくれるけど、そんなしなくていいよってクイックも遅いんだからって言うピッチャーもいたよね。誰ですか。いやだからさっき話をしたじゃん、あのか、あ癖は丸出し、ね、牽制はいっぱいくる、分かってる、でもクイックは遅い、足は上がるの早いけど、こっからが遅いって、もういいからって、こっちユニフォーム汚すだけだからもう大丈夫です、一応こう危ないみたいな、帰るふりしなきゃいけないから、ふりをするんです。だからそういうピッチャーの時だけ遊ぶんだよ、やっぱちょっと逆疲れてみたりだとかさね、そういうので遊んでるんだけど、だから一生懸命来てくれるんだけどさ、牽制して、こっち悪いなと思って、だけどまあ申し訳ないけど走れますからねあなたから走れなかったら罰金ですからっていう感じのね、感じだった人もいるよねもういろんな人がいますね、いろんな人がいる、そうですね、そうそうそう、きっとこれからもね、いろんなタイプのこの牽制をするピッチャーって出てくるとは思うんですけれども ね、まあ、そのピッチャーのねちょっと癖だったりとか、なんかそういうパターンもこう、いやただね、もう現代野球ってさ、うん、本当に言ったけどホームランか、うん、やっぱ走塁で勝つから、うん、
だからまあそこら辺のね強度を上げていかないと、はい、守る方は癖を出さない、はい、走る方は癖を見つけるみたいな、まあ、そういうこともまあ勝敗には大きく左右してくるかもね。そうですね、はい。